れながらの才能のことを神様からのギフトと人は呼ぶらしいけれど、僕のはちっちゃい箱だな。リボンもなくて色だって地味で、みすぼらしいその箱がなんか恥ずかしく後ろ手に隠していた。最初に空を飛んだ鳥は翼を広げた格好で、どのくらい助走をつけて地面